ナタリー・モラレスは、アメリカ合衆国の女優。フロリダ州マイアミデイド郡、ケンドール出身。キューバ系である。セイントアガサカトリックスクール、サウスウエスト、マイアミシニアハイスクールなどに通った。また、マイアミ大学のワークショップ、ダウジョーンズマイノリティハイスクールジャーナリズムに参加した。2006年、テレビシリーズ、CSI、マイアミの第5シーズンでデビューした。 ザ・ミドルマン、ホワイトカラー、トロフィー・ワイフ、ロブローの敏腕ドラマ弁護士、アビー・エースなどのテレビシリーズで主要な役を演じた。2017年6月30日、エイミー・ポーラーらが運営するソーシャルメディアで性的少数者であることを明かした。私はクイアだ。自分にとってクイアとはごく簡単に言えばストレートではないということだ。今日にあって、 私なんかがクイアだと告白しても、そんなに大したことではないかもしれない。でも、この事実を皆さんや世界とシェアしたいと決めたのは、私のような人々を取り巻く状況がちっともよくなってないからだ。ありがとうございます。